ですよろしくお願いします。ということで今回も「バンティラッシュ」をやっていきましょう。ということではい今回なんですけどもはい朝のねえ11時から明日の17時まではいメンテナンスが入ってきてしまうので皆さんねはいえメダルだったり特訓ですね。こちらあれし しっかりと、えっ、ー、と、マックス状態までにしておきましょう。はい。で、メダルもですね、えー、できたら、ま、このね、一番長い12時間とかにするなりね、えー、してね、えー、損がないように、えー、皆さんぜひしていきましょう。と、はい、ここはですね、気をつけるポイントになってくるんですが、 バウンティーラッシュの公式、なんとロングメンテナンスが入ると。そう、11時からなんと17時の6時間のロングメンテナンス。はい。この後に何か起こるのではないかなと、やっぱり期待してしまうよね。はい。なので、今回ですね、まあそちらの話をしていきたいと思います。はい。ま17時のこちら、ロングメンテナンス後に新キャラが出てくる可能性っていうのはあるのかないのかという話にはなってくると思うんですけども、はい。これは あります。 はい。これはですね、前回例もあるんですよね。それが一番わかりやすいのが、そうです。2年前に起こった、12月に起こった、生配信でもあった、そう、ドゾロとウェディングサンジになってきます。はい。このキャラクターたちはですね、ロングメンテナンス後に出てきたフェスゲンキャラクターになってきます。はい。ま、なので、実際なところ、新キャラの可能性も全然にあり得る。そして明日は出てくる工場2体目としてなので、 え全然あるのかなというふうには思うんですが、はい工場キャラクターのロングメンテナンス後の工場キャラは過去に例はないのではないかなというふうに思います。はいもう記憶の中ではないですね、全く。はいまあ、なので、えー、もしかしたら明日、新キャラは来ずに。はい 復刻え。この可能性を見ていきたいと思います。はい。やはりね、皆さん、復刻で一番来てほしいといえば、こちらのキャラクターになってくると思います。そう、光月おでん。はい。えー、11月3日で言えば、ヤマトの復刻が濃厚と言われている中、このキャラクターはいつ出てくるんだという話なんですけども、はい。今月って、一応、復刻月なんですよ。 はい。それがどういうことなのかっていうと、超フェスの復刻っていうのは、もともと3ヶ月周期で起こってくるものなんですよね。はい。えー、じゃあ、今回え、10月になってくるんですけども、はい。ゼファーが出てからの3ヶ月周期に入ってきます。はい。なので、え何かしらの復刻はね、え今月え来るとえずっと言ってくる、言っているんですけども、まあ、その一番のね、候補として、今、光月おでんをえ自分は挙げております。はい。なので、 このロングメンテナンス後にこの光月おでん着ても俺はおかしくないとは思っておりますはいただしその他の理由、うんえー、まあロングメンテナンス後だからっていう理由だけしかないです はい。なので、えー、出てこない可能性もあるんですが、まあ、ここはね、正直、出てきてほしいよね、早くね。うん。今、そんなに出し惜しみするキャラではないと思うので、えー、もう全然ガンガン出してくれれば、皆さんね、この光月おでん、シャンクスの裏に使いたいという方がね、えー、バンバンね、えー、復刻引いていかれると思いますので、早く出してあげてほしい。このシャンクスの環境の間に、早く出してあげてほしいっていうのが、まあ、個人的な感想かな。はい。そしてですね、 この後、ロングメンテナンス後に来るのが、10月29日、フィルム Z の映画が入ると。はい。えー、ということはですね、こちらですよね、ゼファー先生。はい。こちらの復刻、えー、絡んでくるのではないかなというふうに思うんですが、さすがに、 ちょっと期待薄だね。ここに関しては期待薄かな。これはなんでかっていうと、まあ、ただテレビで映画するだけなので、はい、すっごい前から決まってたらめちゃくちゃありそうなんですが、はい、ここはちょっとね、あんまり期待できないかなというふうには思うんですけども、先ほども言った通り、3ヶ月周期に今月は入ってきますので、ゼファ、もしくはこちらの おでん、えー、俺は絡んでくるのではないかなと、えー、予想しております。はい、皆さん的にはどうですかもうっていうか多分、光月おでんはもう出していいよねって多分、ほとんどの方言うと思います。はい。まあ、なので、こういったね、えー、皆さんのね、声がね、運営に届けばいいかなというふうに思いますので、皆さんのぜひ気持ちをね、コメントに載せてもらえれば嬉しいかなというふうに思います。はい、まあ、てなわけで、まあ、今回ほんと短い動画にはなってくるんですが、この、 復刻のタイミングとしては、このロングメンテナンス後、全然あってもいいと思う。はい。なので、明日ね、ぜひとも皆さん期待して待っていきましょう。はい。ということでですね、まあ、17時にまた皆さんとお会いできることを待っております。